僕も61だけど頑張っちゃおうかな今から。マネの虎の裏側いわゆる虎と呼ばれる人たちが誰か分かんないですか。分かんない。その会社に売った値段は59億円。59億、うん、最近セニーってアイドルユニットを立ち上げて本当に明確な理由があって、うん、これ多分話すのは初めてなんですけど、うん、これが、気になります。マネーの虎の裏側マネーの虎って伝説的番組じゃないですか、うん、今も YouTube で結構再生されてると思うんですよね。当時僕歩いてるとみんなから声かけられて、こんなに有名になるんだっていうぐらい。で、電通のなんかリサーチで、はい、まあ、ある年齢層に絞って言えば国民の7割が知ってるとかって言われて、どこ行ってもバレちゃうんだもんね。そもそもこのあの番組に出る前は、うん、南原さんって有名だったんですか。別に全くのも無名だった。あのね、僕変わった車をいっぱい輸入してて、うん、自動車雑誌にはいつもこう会社は出てたんですよ。ただあのテレビに出たきっかけは、うん、もともとテリー伊藤さんが車大好きで。あ、そうなんですか。そう、はいはいはい、でテリーさんに買ってもらったり、はい、乗ってもらったり雑誌でとかあって、はい、でその時にテリー伊藤さんの番組に出てたんですよ僕が、準レギュラーで。でそのせいもあってマネトラのその放送作家さんにリクルートされて出るようになったんだよね。あ、そうなんですね。テリーさん、うん、だって南原さんのチャンネルも最近出られてますよね。そうそうそう、仲良いですよ。進行ね、あれだったんですね。今度一緒に飯でも食いますか。ぜひぜひ、はい、僕もテリーさんと一回対談させていただいたことがあって、仲いいから。めちゃくちゃいい人ですよ。そうそう、はい、いい人いい人。テレビで見るとちょっと怖いのかなってイメージだったんですけど、全然そんなことなくて優しいですよね。そうそう、優しい優しい。で、あのバラエティって言ったら変だけど、あれちょっとバラエティっぽくないとこがあって、うん、バラエティって大体出る前にどんな人が来ますとか、うんうん、教えてくれるじゃないですか、はい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 、これはちょっと言っては困りますとか、はい、打ち合わせってほどでもないけどサクッとありますよね。でもマネントラって当日になって行っても誰が控え室に入ってるかも分かんないですよ。だから僕の右は誰か、うん、左は誰かも分かんないです。いわゆる虎と呼ばれる人たちが誰か分かんないですか。分かんない。さらにどんな人が来るか、実はと事前に分かってれば、例えば美容室の人だったらちょっと勉強したいじゃないですか、はい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 、業界どうなってるか、ね、ちょっとこう自分知ったかぶりしたいから、はいはいはい、それも来るまで分かんないです。聞いても教えてくれないですか。聞いても教えてくれない。でもいきなりそこに始まってガチバトル。はあ、そうです。あれなんかよく喧嘩とかあったじゃないですか、うん、あれって本当なんですか。一番ひどかったのは岩井さんと貞博さんが本気の殴り合いの喧嘩してそんなことあるんですか。もう大人げないっつうかまあいい加減にしろと、まあ、あの人たちこっちは応援な、こっちは黒服じゃないですか。それはなるよね。で僕が一生懸命さ止めようとしてさ、まあ、たまたま貞博さんの背中を羽交い締めしたら、彼空手の有段者だから、いきなり僕が逆にどつかれてじゃあ本当に本当にバトルしてるんですか。あれ本当にバトってんだよね。あ、やらせとかじゃないんですね。ない。でも確かにシリアスですもんね。殺伐としてますよね。めちゃくちゃ。そうっす。でも番組終わればね、まあ、こうして今僕なんか全方位外交だから皆さんとこうちゃんと付き合いしてるけど、でも、うん、やらせとかではないような空気感なの分かるんですけど、ちょっと変質とかあるじゃないですか。あんなに喧嘩、そういうの全くないですよ。あんなに喧嘩になりますよ普通。なんかやっぱり主義主張の違う経営者をうまくこうセッティングしてんだよね。 あえてじゃキャスティングちゃんと入れてるんですね。キャスティングっていうか、やっぱりその辺は最初の作りがうまいから。あ、そこに指示命令がなくても勝手に喧嘩してくれるみたいなまるで業務委託みたいな。番組的には喧嘩した方がいいですもんね。そうそうそう、盛り上がるからで、まあ、俺なんか何でんかんでんがいつもムカつくこと言うからとかって思いながら何でんかんでんを横から刺しに行くっていう一番じゃああの中ですごかった回って何なんですか。思い出に残る回。やっぱり僕あのフランスロールっていうのに投資したじゃないですか。はい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 。あれ実を言うと僕がテレビ局に逆提案してフランスのロケやろうって言ったんですよ。たらそれが本当にフランスのロケが、トレンのトラックみたいなのを僕が用意してそれをその子にあげるっていうのをやって、で結果的にはあのお店200店舗になりましたからね。え、そうなんですか。そうっす。へえ。だからすっごい弾けたんですよ。え、あれって他に投資出資ってことですか。あれね、実を言うとその出資と貸し付けの意味合いはみんな分かってなくって、うん、だって僕らさ、はい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 、資本金が1000万とかこれから会社作る人に出資したら僕のオーナー会社じゃないですか。そうですよね。だからまあ基本的には貸し付けだね。
あ、じゃあ貸してるんですね。じゃあ別にいっぱい店舗増えたからって儲かるわけでもないけどね。まあ、ただお金が返ってくるぐらいして、まあ、自分たち的にもこう面白いゲームみたいな話で、まあ、200店舗になっていくところを応援しながらよかったねって言ってるぐらいの話で、今200店舗ってめちゃくちゃ儲かってますよね。ただその後ちょっと天狗になりすぎて、まあ、周りの人がこう離れていってドーンって落ちて本人もうつ病になっちゃった。あららら、そうなんですね、あと僕思うんですけど、当時でしたその社長さんとか、今よくまとめ記事とかでも取り上げられてますけど、なんか転落してる人も多いですよね。でも、はい、中小企業って30年生き残る会社って 1% もないですよ。ですよね。そうだから確率的にはまだいい方じゃない。でもだってあんな名だたる経営者っていうか、当時も僕もめちゃくちゃ見てましたけど、ああいうの見てやっぱ会社経営者やりたいなとかやっぱ思う人もいたわけじゃないですか。僕も多分そうなんですけど、でもいや結局こうやって続かないんだなっていうのをびっくりしました。やっぱり10年でまあ8割方潰れるとか9割潰れるとかよく言われてるし、さらに言うともう20年っていうとなかなか大変だからね。あの中で今残ってる人って何割ぐらいですか。例えばガナリなんか、ガナリさんなんか僕仲いいし、あのフミノさんなんかも上場してるしね、大阪王将の。まあ貞弘さんはちょっと前にダイヤモンドダイニングに会社売却して、まあ今でも仲いいし、まあ、堀之内さんなんかまた不老者になったとかなんか、あですよね、大変なことになってるっていう噂聞くけど。あの時やっぱ当時それなりに儲かってる人ばっかりでしたんですか。そんなこともないんですか。岩井さんは本当はプレゼンター側で出る予定だったんだよね。だからそれほどは儲かってなかった。今は儲かってると思うけど岩井さんは。でも料亭の吉川さんなんかは、吉川ビレッジっていうのを名古屋に作ってめちゃめちゃいい土地のところをこう買い占めてどん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 広げていったりしてたし、まあ皆さんそれなりに儲かってる社長が多かった。まあ何年間ではね、ラーメン屋で3億儲けたらしいけど、なんと1億5000をキャバクラに使って1億5000を騙された。何もなくなっちゃった。何もなくこれ使えるか分かんないですけど、一番ムカつく人って誰ですか、あの中で。僕ね、あんまり人に対してムカつかないんですよ。ああ、そうなんですね。こいつ嫌だなっていうやつって結構世の中にいっぱいいると思うんだけど、あんまり人のこう嫌さを感じ、鈍感なんですよね。本当ですか。そうそうそう。結構南原さんもなんかバトってるイメージだったんですけど。それは意見の対立であって、まあ嫌ってことはないね。怒ってるとかじゃないんですよ。怒ってるってことはあんまりないですよね。いつも冷ややかだから。まあ、僕昔から知ってるじゃないですか、はい、あのテレビ出てた頃から、はい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 、青汁でめちゃめちゃ儲かってたよね。これめちゃくちゃ儲かってましたね、はい、でちなみに、はい、まあ、儲かった上に給料も相当取ってたよね。取ってましたね、もうこれね、よく世間の人は確かに青汁儲かってたんですけど、青汁ってすごい稼いだ人って思ってる人が多分大半だと思うんですけど、そんなことなくて、僕やってた通販なんですよ。いわゆるこう D2C っていうの、今まで言うと、まあ、当時はそんなこともなかったんですけど、それやってて、僕が現役の社長時代にマックス130億円年商行きましたけど、青汁の売り上げって多分半分ぐらいなんですよ。そうなんだ。でも他にも化粧品とかいろんなものが売れてて、今は社長ではないですけど、まあ、オーナーとして経営にすごい積極的に参加してるわけではないですけど、アドバイスなどをして、当時の 3倍ぐらいですかね。売り上げあんの？売り上げ今まあ3倍、300億弱なんで、はい、まあ、消費税込みで300億弱なんで。32歳で、はい、3倍ではないか、でも 2. 何倍ですかね、利益も昔より出てますね。まあ、300億見えたら600億が見えて1000億 も見えてきたね。じゃあね、いやでもそんな簡単じゃないかなと思うんですけど、ね、いや見えてるでしょう。まあ、でも本当に、まあ、おかげさまでこういうオフィスも引っ越して、今給料はいくら取ってる。給料はでも少ないですよ。30万もないとか、30万ぐらいですね。給料はいらないと思って。なるほどね。これ前の僕のチャンネルでも動画でも話したんですけど、当時役員報酬で月1億、年間12億もらえた。で、6億いくらか税金で払いますよね。所得で払うね。まあ、それはそれで、まあ、ちょっとバカらしい気もしますし、そもそも給料で稼ぐってそんなお金持ちになれないじゃないですか。南原さんも会社売却いろいろされてるんですごくお詳しいと思うんですけど、やっぱりキャピタルゲイン、会社売却して株を、ね、資産に変える、現金に変えるのが一番儲かるんで、なので僕は今その社長ではなくて投資家として会社の株主として君臨していて、その会社を大きくして売却するっていうので、まあ、お金を作っているわけですね。いいね、はい、まだ若いからどうにでもなるね、本当にね。そうですかね。
僕も61だけど頑張っちゃおうかな今から。その流れでちょっと僕も聞かせていただきたいんですけど、うん、これ、はい、これですね、その会社売却のことで通じるんですけど、うん、業系の事業売却で爆益だと。これね、実はと相手が上場会社なんで、はい、きちんと IR にも載ってるんで、はい、その会社に売った値段は59億円。59億、うん、それで税金個人ですよね。いや、会社なんです。会社の、あ、うん、だからね、法人税の対象なんだよね。持ち株会社化してたんで。なるほど。そのかお金は別に僕に入ったわけじゃなくて、そのホールディング会社に入るよと。なるほど。普通。普通。そう。でも儲かりますよね。でもね、いろんなところにお金使ってたらもうなくなっちゃったんだよね。だって59億円が、まあ、もちろん税金も払って、あれも払って、これも払って、まあ、あっちに出してこっちに出して、でこの間気がついたらもうありませんって言われてびっくりしたんだけど。何に使うんですか？何に使うんですか？いろいろ会社の買収したりとか、まあ、そういったことに使ったりするよね。すごいですね。いや桁がやっぱ違いますね。そんなことない。まだまだもっと面白いことできるんだから。でもやっぱり会社の売却が一番、もうそれしか日本でお金持ちに、まあ、少なくとも個人はないかな。ただこの間、はい、SPACって知ってる？わかんないです。要は上場会社の箱を買って、その中に自分の会社を乗っけ込むんですよ。はい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 、はい、これでネクストミーツっていう会社あるじゃないですか。あ、それ知ってます、知ってます。で僕そこの社長もまあ若干知り合いなんだけど、はい、その会社の SPAC の今の時価総額多分2000億ぐらいですよ。え、そんな SPAC ってそんな簡単にできるんですか？難しい。条件があるんじゃないですか？いや、でもね、それをやってる専門の人たちを知ってるから紹介しましょうか。めちゃめちゃ彼らは優秀なチームで、逆に SPAC でその目指してるところがすごくて、やっぱりネクストミート日本の会社じゃない、世界に出ようとしてて、そういったお金をまた再投資できるじゃないですか。はいはいはい。で、例えばじゃあナンバラス支店が SPAC なんて言っても誰もやってくれないですよ。やっぱりなんかこう世界にそれが通用するっていう話がないと、まあそれがどんな領域であれでも面白いですよ、すごい。え、どんぐらいでできるもんなんですか、その上場。それね、だから普通だったら上場ってもう3年とかかかるじゃないですか、はい、もうね、その箱が用意してあれば一瞬ですね。あ、そうなんですか。うん、事業内容とか言われない。その人たちは多分そういうのも用意してるから、例えばまあ青汁で世界に出ると、もちろんこういった健康食品とかで日本初のもので、まあ、アジアを中心にどんどん広げていって、その後はニューヨークだとか世界に出るっていう話になると、プレスパックでできますね。ちょっとぜひ本当に紹介してほしいです。あ、はいはい、うん、ぜひぜひ。今いろんな形があるんですね。そうそうそう、日本でもスパックはまあやってもいいんじゃないかっていう意見が今出てんだよね。うん、簡単に言ってスパックって日本だとちょっと裏上場に近いんじゃないかっていう、うん、上場みたいな、まあ、そういった基準に当てはまるんじゃないかって言われてるんだけど、うん、この間アメリカでも誰でも知ってるような会社がスパックやったんですよ。だからそんなんでもちゃんと今認知されてるんで、スパックをやるデメリットって何かあるんですか？ないと思う。ないんですか？うん、だったら上場するよりそっちやったらいいですよね。そうだね、時間もかかんないし、それとマーケットがでかいし、まあ、SPAC とも SPAC とも言ってるんだけど、それをやった後にじゃあ次にナスダックに行けるじゃないですか、アメリカ。で、日本の企業の例えばちょっとした会社の時価総額って知れてるんですよ。アメリカのナスダックの時価総額ってもう桁違いじゃないですか。で、SPAC まで出たらそこから2ステップで行けるんですよ、理論的に。まあ、日本で言うと、まあ、マザーズに出ました、2部に入りました、1部みたいな感じで、そこはめちゃめちゃ大きいですよ。いいですね、なんか夢がありますね。まあ、ちょっとだけだったら手伝ってあげます。あ、ぜひお願いします。はい。じゃあ僕、はい、めちゃめちゃ不思議に思ったけど、ジャニーズになってるっていうか、アイドルユニットになってんの、ね、自分が。最近スニーっていうアイドルユニットを立ち上げてやらせてもらったんですけど、うん、これは結構本当に明確な理由があって、これ多分話すのは初めてなんですけど、うん、僕が今 SNS のフォロワーも Twitter で100万人超えてて、Instagram も50万人ぐらいいて、結構な発信力をおかげさまで、うん、ね、本当にいつも教えてる皆さんのおかげなんですけど、うん、手に入れることができたんですよ。これなんでかっていうと、うん、やっぱり繰り返しこのワードが出ちゃうんですけど、僕の脱税事件、うん、であれは本当に悔しくて、うん、あれだけ払ってたのにふざけるなってこんなに許せないって、今も怒りに本当に燃えてる、本当は内心すごく、うん、忘れられることができない事件なんですけど、
それあの事件が起きる前のフォロワーって全然いなかったんですよ。ツイッターで3万人ぐらいとかで、うんまあ、いわゆるこう SNS でなんか青汁劇場って当時言われてたんですけど、うん、転落劇を描いていったんですよね。なるほどなるほど。で描いて描いて、なんでかっていうと僕の話なんて誰も聞いてくれないんで、うん、当時逆世間からすごい逆風にさらされてるから、うん、でもどうやったら聞いてくれるかなって考えたら、もう本当に転落したことをね、それこそ僕は、与沢さんとか、うん、南原さんもそうですけど、そのホームレスになったとかそういう話をなんか脳裏によぎって、うん、まあ僕はいろんな会社実は持ってたん で、その転落したわけじゃなかったんですけど、あえて描いたんですよ、うん、そして自分の言いたいことを、自分の思ってることを一応活性前にって脱税して書く動画を配って告発したんですよ、ね、うん、それで一気にバーンっていったんですよ、うん、2年ぐらい経ってですね、うん、だんだんまあいろんなことが少しずつ落ち着いてきて、うんうん、それでそういう SNS とかもこのチャンネルも YouTube チャンネルもそうなんですけど、うん、もう経営者にちょっとずつ戻ってくるんだろうな、うん、思ったんですよね。で、まあ、最近ではこういうふうに対談させていただいたら、うん、経営者としてビジネスマンとしての発信が多くなってくる一方で、僕やっぱ昔、これは昔から思ってたんですけど、経営者って若い人に憧れる職業だったりとか、そもそもなんか人気ってあるのかなってすごく思ったんですよ、うん、なんか経営者で人気者の人ってそんなに いないじゃないですか。で、おそらく自分はこれから、まあ、元の位置、ビジネスマンとしての経営者としての位置に戻った時に、うん、なんか、その直接人気をもらえ得られるような SNS の威力、発信力の凄さがよく分かったんで、うん、人気が得られるようなことをやりたい、そういう側面、そういう顔を持ちたいなと。なるほどね。そういうふうに考えた時に、うん、まあアイドルになるって最初当時ぶっちゃけ発想はなかったんですけど、うん、それ音楽とかをやれば要は多様性が出せるじゃないですか、うん、経営者でもありながらそういう音楽をできるっていうのがいいな、歌って踊れる経営者だね。そうなんです、いないじゃないですかってことは誰も真似できないし、うん、そういう意味であの、まあ、僕自身もやってみたいことだったし、うん、あとはやっぱり僕がそれこそマネーの虎を見て、うん、あ、こういうふうに経営者になりたいとか思ったように、自分がね、いろんなことありましたけど、まあ、子供たちが経営者になりたい、経営者っていいんだなって思ってもらえるような活動をしたいと思ったんですよ、うん、ね、それでアイドルユニットになっちゃったんですよ。へ、僕は逆に人気がありすぎて、うん、ちょっと困っちゃうぐらい、まあ、知名度ってめちゃめちゃあるじゃないですか、うんうんうん、だからもうどこ行っても顔バレするし、うん、まあそうですよね。でイメージが結構固定化されててうんうん、うん、みんなあ怖っみたいな感じで本当は優しいのにとかと思いながら、うんうん、そうですよ。だからそういう意味ではその南原さんがやられてるようなそのチャンネルとかも素晴らしいことだと思いますし、なかなか経営者で発信する人っていないですよね、うん、なんかこうなんでなんですかね、ちょっとお役に立てるといいね、うん、まあ経営者って発信して失敗してる人が結構いるからじゃない。まあそうですよね、うん、ホリエモンしかり、うん、まあそれがやっぱり日本の経営者ってこううまくないし、なんて言うんだろう、出る杭を叩くっていう社会的風潮があるから、おとなしくしといた方が安全だよねって、目立たないようにしようとかやっぱ言うじゃないですか、よく儲かってる経営者。でも時代は変わってると思うんだけどね。まあ、これからもっと自分の言いたいことをこう IR じゃないけど、うんうん、まあ、ちゃんと説明していって、うんうんうん、まあ、社員たちも含めてそういうことをちゃんと自分の言葉で伝える経営者、うん、まあ、そういった時代になってくると思うけど ね、 そ、 うですよね。それがやっぱこの YouTube があって変わったことで、うん、YouTube があって本当に良かったなって思うんですよね、うんうん、もう僕もこの YouTube がなかったら自分の言いたいこともこうやって動画で言うことなんてできなかったと思うし、だってテレビ局自分で持ってるようなもんですもんね。そうですよね、はい、すごい発明だよ ね、 YouTube ってね、うん、まあ、またぜひ、はい、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。